エアリフト式外観使用中のエアリフト式で汚れとバクテリアがついている。水中フィルターとは干渉魚用のアクアリウム水槽内に設置するフィルターの一種である。構造が単純であるために壊れにくく、メジャーである。インペラー式は水中に設置しに酸化炭素を逃がさないため水草飼育にも適している。筐体の多くは角柱あるいは円柱型をしており、 水の吸い込み穴やスリット類、露下部、水を送る部分に分けられ、上部に露下された水が出る、煙突状の筒が排水部となっているものが多い。土材の汚れ具合が見えるように筐体は透明、または半透明になっている。本体のサイズは直径7センチ程度から大きくても20センチほど。材質はポリスチレン、ABS が一般的。底面や 側面などに水槽内の水を取り込む穴があり、ろ過は繊維素材、吸着素材、砂利などによって行われ、これらに汚れやろ過バクテリアが付着する。筐体内では水槽水が中で複雑な動きをし、多方向から水を取り込むことで小型でも高い、ろ過性能が得られるように工夫されている。水槽水を取り込み排出する機構は2種類ある。エアリフトとは、 エアーポンプによるエアレーションを利用したもので、エアーストーンによる気泡によって底面から上部排出パイプ部へ水を送る。空気をエアーポンプなどからエアホースで送り、排出パイプ内の下部分に設置したエアーストーンから細かい泡を発生して水を送る方式。別名は投げ込みであり、最もメジャーとなったろ過装置の一つである。強いエアレーションを兼ねる。 水中ポンプにより飼育水を吸い込み排出する方式。エアーリフト式フィルターと同じように本体を水中に設置し使用するが、エアホースが必要ではない一方、本機器自体に水中ポンプ用電源を必要とする点が異なる。流量が多いためろ過速度は速い。通常のろ材と活性炭カアトリッジを組み合わせた、モノろ材は、スポンジ類、砂利。 活性担当各種であり、複数のろ材を組み合わせるカートリージ式のものもある。これは汚れを吸着、分解するためにある。使用に伴いフィルター内にバクテリアが繁殖し、汚れを分解する能力が向上する。エアレーション式は空気が供給されるためにより、さらにろ過バクテリアが増えやすい。各社モデルごとの構造により異なるが、 フィルター内の水が髪型へ流れ出すことにより、底面の穴から砂利を通り物理ろ過、または側面の穴から露材を通り物理ろ過されながら、水槽内の水が導入される。この際、フィルターについた汚れが、生物分解、化学分解される。エアーリフト式は、エアストーンによる爆機で、さらにろ過が促進される。底砂に埋めて使用することを前提としたもの通常は、 水槽の底に設置するが、底砂に埋める場合もある。水の流れを調整するためには追加のパイプを接続する。露剤の汚れがひどくなってきたら、洗って再利用する。その際は、洗剤を使用せず飼育水などを利用して、軽く洗い、バクテリアの死滅を防ぐ。魚に餌を与えるとき、ろ過とともに餌も吸い込んでしまうため、フィルターから遠い場所に投下したり、 フィルターの電源を一時的に切る運用方法もある。他のフィルターと組み合わせて使用、またバケツなどで一時使用する場合がある。水中フィルターを底面式フィルター用ベースに接続して使用する方法がある。これは底面式フィルター単体より大きなろ過能力を持つ。ありがとうございます。